久保さん、まままたた決済がが入りましたありしあとうございます、はい、さっきね、決済入ったんで、まあ、動画撮ったんですけど、まあ、あの決済しましたっていうね、あのメッセージいただいて確認して、で、また動画撮ったんですけど、まあ、そのメールの中で、まあ、どういうメールが来てたかっていうと、ご丁寧に個別動画をくださり、ありがとうございました、よろしくお願いしますということでね、いただきました。 でもね、これね、1万人にね、ご丁寧に個別動画を送れないですよ。久保さんも、まあ、マインドあるし、結構、まあ、パワーあると思うんですけど、1日1万人の個別動画撮るって難しくないですかまあ、コマ10秒とかだったら分かんないですけど、10秒で何伝えるって話で。そう。前ね、僕ね、はマックス80人ぐらい個別動画撮ったんですけど、死にましたね。80人ぐらいやったときは。マックス80人ぐらい、1日2日かかったかな。やったんですけど。 もう神経ちぎれましたね。まあ一人一人しっかり悩みに対して回答してたんで無理ですね <laughs>。だからまあマックスほんとやっても100人ぐらいじゃないですかち。神経ちぎれますね。だからそれが1万人とか2万人無理なんで。だから逆を言うと人数が少ないと、まあ、そういうことができるんですよね。でも人数が多いとそれができないんですよ。だから人数が少ないっていうのは実は最強の強み。お客さんと を築く上ででの強みですよね人数が少ないからこそできるっていううんそうなんだろうな手持ちのカードが少ないからこそなですかねうんそれができるみたいな話っすよねうんそう手持ちのカード多かったらね何出そうかなみたいになりますけどね <laughs> 手持ちのカード少なかったらねもう絞ら,絞られてくるんでやるやるなんかそのて手ですよね うん、だから手持ちのカードは、うん、多くてもいい部分もあるし小さくても、まあ、勝負はできるってことですよねやり方によっては手持ちのカードがないから勝負できないってわけじゃなくてなければないなりに勝負できると思うんですよこれはマージャン僕やったことないですけどもマージャンもその手配が悪かったとしても悪いなりに出し方次第でね 多分久保さんが前言ってましたけど、出し方によって、手配の出し、捨て配によって、相手の、あの、変わるっていう。これですよね、まさに。うん。そのだからもうまあ、ただここで一つ重要なのが、自分で商品持ってるか持ってないかっな <laughs> 自分で商品持ってないときついですよね。まあもちろんアフリエートみたいなのもありますけども、うん。手が少ないのに自分の商品売るものがない。だから、 億万長者合宿やった時にね誰一人ね自分の商品を宣伝できる人いなかったですからね。うんはい行ってらっしゃい。